せめて一曲はオリジナルやりたいよね。せっかくのライブだし。確かにさ、ああいうところで受けるのは流行りの曲だとか誰もが知ってる定番だ。変なオリジナルやったらしらけちゃうことの方がずっと多い。でもさ、やっぱりバンドの本当の面白さってのは自分で考えた自分の曲を自分で演奏するってことなんだよ。好きな曲をコピーするのも確かに楽しいけどさ、君たちだってさ、自分たちだけの曲を演奏したいって思うだろう？これはね、練習にもなるんだ。曲を作る過程で音楽というものへの理解が深まるだろう。まあでもこれは君たちもバンドをやるからにはぜひ挑戦してみてほしいなっていう僕の個人の願望が強いかな。正直君たちのバンドは面白くなりそうな気がしているんだ。ただコピーしてるだけじゃもったいない。どうせそんなことだと思った。で、作曲の進捗はどう？やっぱり、こっちもダメ。素人にはそう簡単には作れないね。そんなこと言ったら、私なんかドラムよ。今まで自分がやってたことだけじゃ、リズムしか作れないのよ。もっと勉強するか、合わせながらやらないとダメだな。それでさ、鹿之助、これから気分転換しない？最初カッシー誘おうかなと思ったんだけど、やっぱりリズム隊同士の方が話しやすいかなと思ってね。どうだろう？よかった。っていうかさ、逆に聞きたいんだけど、どこが同じなの？何やってるの？どう？歪んでる？トノヤ君も誘えばよかったかもしれないね。そうだっけ？でも改めてスタジェネの名前出されるとすごいなって思うよね。トノヤ君そんな人なんだなって。トノヤ君は普段自分のバンドではどんな練習してるんだろう？今度見せてほしいな。根性なしだな。ああ、あるある。本当にあの人、楽器のことになるとすごく愛情と情熱にあふれた喋り方をするよね。目つきまで普段とは別人みたいになっちゃう。
そんなこと言ってると後で言いつけちゃうよ。まあ私も行っただけなんだ。今日は久しぶりに鹿之助と二人きりでデートしたかったし。どうかな。ねえ、今度は一緒にドラム見ない？私スネアとキックペダルが見たいの。適当だな。そんなの当たり前じゃない。あのね、決められた予算で少しでもいいものを探したいから悩むじゃないのよ。そう簡単に諦めないで、もう少し頑張って協力してよ。あっちにはハイハットがある。私ドラムセットだったらハイハットが一番好きかも。ぴょこぴょこ動いて面白いし、いろいろ音の出し方が変えられて楽しいし。うん、鹿之助は好きなのある？一番派手な音が出るかな。はあ、それはすごくわかるな。あれ気持ちいいよ。今度ドラム触ってみたらどう？変な癖がついちゃった。お行儀悪くなっちゃって困るわ。もともといい方でもないけど、もっと悪くなっちゃう。貧乏ゆすりみたいでみっともないよね。そんなのいないよ。イメージだけで言ってるでしょ。それは前からだよ。ほんと。でもさ、私たちみんな受験生なのに何やってんのかしら。時々変な気持ちになるよ。私、そういうタイプの生徒じゃなかったのにな。なのに、今年になって問題ばっかり。表で騒音を出して怒られたり、変な言葉遣いをして妙な顔をされたり。怒られること自体、滅多になかったのにな。はぁ。そういえば、村上くんはパンクを怒りだって言ってたけど、どっちかというと、怒られだよね。こんなことなら、もっと違うジャンルのバンドにしようって、最初に主張しとくべきだったわ。もっと平和な。
しぶり。いや、傘が壊れちゃった。そうだね。でも、雨の中に飛び出す踏ん切りがつかなくて。ううん、もう傘はいいよ。これ以上濡れようもないし。夏だから平気かと思ったけれど、じっとしてたら案外寒くなってきちゃったな。ん？どうしてそう思うの？そうかな。ねえ、もしかして鹿之助は知ってるのかな、うちのこと。大まかにってどの程度？うん。ねえ、鹿之助はどう思う？その、うちがこんな風になって、そういうの。そうか。鹿之助もやっぱりショックなんだ。ごめんね。そういうわけじゃないんだ。事情ね。これ事情なのか知らないけど、相手の女の人すっごい綺麗なんだってらしいよ。そういえばもう体は良くなったね。部活はどうしたの？残念だね。テニスは鹿之助がやってきた中で一番長く続いてたのに。そっか。いいね。どこが散らかってるのよ。相変わらず嘘みたいに綺麗だよ。本当にここに住んでるのかってくらい。大雑把な性格のくせに、どうして片付けだけは神経質なのかしら。ゆこちゃん相変わらずだね。あんな大きな音でテレビ見て。もう中学生だっけ？小3と小6、まだほんの子供だよ。そう、それはずいぶんのんびりした時間感覚だよね。うん、だってもう10年も前なのよ。そうかな。私には結構長かったから。ねえ、だけど私を部屋にあげても大丈夫だった？だって鹿之助彼女いるんじゃなかったっけ？でも女の子って結構そういうの気にするのよ。ダメだよ、大事にしないと。そうなのかな。相手の子がどんな人だかよく知らないけど、鹿之助は優しい方だと思うけど。その意見もわかるような気がする。ごめんね、なんだか余計なこと言っちゃって。まだ薬飲んでるの？そういうものなの？そんな風にスナック感覚で飲むものじゃないでしょうね。
もしかしたらうち離婚するかもしれない。大変なのかな。よくわかんないや。私が離婚するわけじゃないしね。でもなんだかすごく疲れる。ねえ鹿之助、ねえ、私はやっぱりお父さんを嫌いにならなくちゃいけないのかな。だってこんなのひどいことだと思うんだよね。私はともかく妹たちはまだ小さくて両親が必要なのに、こんな一方的なことをするなんて。だから嫌いにならないといけないのかなって。そうなのかな。わからないんだ。もしかしたらお父さんが家を嫌になったのは私たち家族の責任かもしれないし。そうなんだけど、そうだよね。ごめん、バカなこと聞いて。ありがとう。鹿之助にしかこういうの話せなくて。うん、もう大丈夫。これだけ言ったらすっきりした。そうかな。そんなのないよ。何？確かに言うね。でももう泣けないかな。それにこれ以上鹿之助に頼れないよ。ありがとうね。本当に鹿之助だって大変な時なの。いいの？ありがとう。本当にありがとう。鹿之助。うん、なんでもない。お母さんが荒れちゃってね。妹たちのこともあるし、いろいろ家のこともしなくちゃいけなくて学校来れなかったのよ。本当は私やめようかなとも思ってたんだけど、お母さんから学校だけは卒業しろって言われてね。ねえ、テニス部やめて入る部活ないんだったらさ、うちの部活に入らない？第二文芸部って言ってね、まともに活動してくれる人が全然いないのよ。それでね、どういう活動をしてるかっていうと、別に大したことじゃないんだ。ごめんね、ちょっと話したいなと思っただけで、要件とかじゃないんだ。それよりもさ、入部するかどうか答えてよ。断る理由なんかないと思うけどな。
ねえ鹿之助、もう元気が出てきたみたいだね。覚えてる？テニス部辞めたばかりの時は死にそうな顔してたんだから。楽しそうにしてて本当に嬉しいよ。